富士フイルムの椎名です。放送用レンズの商品企画それからマーケティングを担当しています。よろしくお願いします。最初にですね、説明させていただくのは今回新しく参考出品で出しております UA の125倍×8×8 というレンズを今回参考出品しています。ワイドは 8mm から、テレは 1000mm までいきます。放送用の、スポーツとか、コンサートに向けた、撮影で期待できる 4K レンズとなっています。でこれは今、春に向けて、開発を進めておりまして、我々としては東京オリンピックの需要を獲得したいと考えており、このレンズを発表しました。続いてはですね、4K の ENG のレンズの参考出品として、今回 UA の23倍 7.6 と UA の18倍 7.6 を参考出品として開発し、現在開発しております。発売はおよそ9月から10月頃を予定しています。これまでの当社の 4K レンズで、踏襲しています9枚バネも搭載しております。今後ですね、カムコーダーの 4K 化が進むにつれてこのような軽量小型 のレンズが必要になってくると思いますので、我々は期待していきたいと思っております。続いて、2つの新しい機能を紹介したいと思います。1つ目は RBF、 これはリモートバックフォーカスと言われているものです。通常は、レンズの、バックフォーカスのノブをですね、調整して、バックフォーカスを持っていました。その時には、カメラマンが、ビューファーを見たり、それから、V ドッカムで、調整しながら、バックフォーカスを合わせていましたが、新しい機能はリモートで、バックフォーカスを調整できるようになることによって、V 側の方から全てバックフォーカスが取れるようになっています。でこれによってですね、遠隔で のバックフォーカス調整が可能になりますので、一度設置した機材にも、対応できることになります。でレンズとしては我々 の 4K レンズそれぞれに対応することになっております。続いてのファンクションですけども、アリアというものです。アリアは、レンズが持っているその F ドロップに対してカメラの方でゲインを上げることによって、映像がその暗く見えないような、機能になっています。またはですね、周辺 のレンズには周辺光量というものがありまして、どうしてもその一般的にレンズの方で、周辺が暗くなってしまうんですが、それの補正も、このアリアの機能で、することができます。こちら両方ともですね、カメラ側の機能でして今現在ソニー様と開発を進めております。それぞれメニューがありまして、でバックフォーカスでアクティブにすればバックフォーカスのリモートが、パネル側で行うことになります。はい、それでは、富士フイルムのシネマレンズコーナーを紹介させていただきます。商品企画の野口拓也と申します。よろしくお願いします。今回富士フイルムのシネマコーナーで新しいのが、こちらの、プレミスタというシリーズになります。こちら今28-100mm それから80-250mm という2本を、商品ラインナップとして発表させていただいております。プレミスタのっていう名前が、今回我々として初めてつけてるんですけども、こちらは我々の HK シリーズのニックネームであるプレミアと、それからビスタビジョンサイズセンサーをカバーするという、ビスタ、この2つを、合わせた、造語で、プレミスタシリーズと、今回、対させていただいております。こちらのレンズは 46.3mm のイメージサイズをカバーしておりまして、今市販されている、シネマカメラほぼすべてをカバーするようなイメージサークルになっております。詳細は実機の方でご説明をさせていただければと思います。それではこちらがですね、今世界に一つしかないプレミスタ 28-100mm の実機になっております。こちらご覧いただくと分かる通り、非常にラージフォーマットをカバーしながらもズームレンズとして 3.8kg かつ 255mm というですね、小型軽量なボディ、そして前枠ですと 114mm の前枠なので、ほとんど一般的なマットボックスに対応しておりますので、小型にシステムを組むことができます。それからレンズのプロテクションフィルターもですね、今回新規に開発しておりまして、そちらも
合わせてご使用いただければなというふうに考えております。ティーチで言いますと T2.9 ですね。こちら、まあ、シネマトグラファーの方大体、まあ、やっぱり T2 台というのをご要望されることが多いので、まあ、今回は T2.9 と2台に非常にこだわっています。それから、まあ、新しい特徴といたしましては、カールツァイスさんと協業させていただいていて、スラッシュアイ通信を使ったエクステンドデータ、こちらに対応しております。こちらあの将来的にですね、まあ、すでに実績はあるとのことなんですけれども、シェーリングですとか、それからディストーションの補正等々ですねを、ポストプロダクションで、まあ、補正していくと、そういった、機能に今回対応しております。あともう一つ、今回こだわって作っているのが、13枚絞りバネですね。従来、我々のシネマレンズラインナップとしては9枚の絞りバネを採用させていただいてたんですが、今回お客様のご要望にお応えして、まあ、より自然で豊かなボケ味を提供したいというところで13枚の絞りバネにしています。まあ、13枚というのはもともと奇数の枚数というのにこだわってまして、そちらの奇数の方がより光防がきれいに映るというところ、それから13という数字については、まあ、我々設計内でいろいろ検討した結果ですね、13枚というのが非常にリーズナブルな、これ以上増やしてもそこまで変化がないし、ここまで増やすとだいぶ円状円形に近づくんじゃないかというのを検討して13枚というのを今回採用させていただいております。富士フイルム上野と申します。本日はこの富士フイルムブースに並んでおります製品の方をご紹介させていただきたいと思います。まずこちらのショーケースに入っておりますのが、開発発表を昨年の9月のホトキナでさせていただきました GFX の100メガコンセプトモデルになります。基本的には静止画撮影1億画素での、まあ、中盤いわゆるデジタルカメラということで開発しておりますが、実はこのカメラ、動画の機能の方も重要視しておりまして、4K30p を10ビットで撮影することができます。センサーは対角線が55ミリもあるというですね、まさにフルフレームよりもさらに 1.7 倍大きいセンサーを積んでますので、このセンサーサイズでの 4K 動画が撮れる。しかもこの価格はですね、今のところ約1万ドルをターゲットにしているというふうに発表させていただいておりますが、この大きさのセンサーで1万ドルで 4K 動画が撮れるというところで、かなりですね、この NAB の会場でも、各シネマトグラファーさんですとか、レンタルハウスの方から、大変注目を集めておりますし、また、私どもの、今年度のですね、まさに主力商品と言えるのではないかなというふうに思っております。はい。続きまして、こちらがですね APS-C フォーマットを採用している X シリーズになります。手前側から XT3、 そして、新製品であります XT30、 そしてその奥が XH1 になっております。この3機種がですね、主に富士フイルムの X シリーズの中で、4K 動画を、高画質で撮れる、代表的な3機種になっております。手前の XT3 はですね、このクラスで唯一と言ってもいい 4K60p 10ビットで、撮影できる10ビット422ですね、の撮影能力を持ってまして、まさにプロのビデオグラファーの方からも非常に今注目の高い、商品になっております。オートフォーカスの専用 XF レンズの他にですね、我々、MKX というシネマ専用レンズも用意させていただいてますので、そちらと組み合わせることでかなりハイエンドな撮影ができます。またファームアップによって HLG、 いわゆるハイダイナミックレンジ撮影もできるようになっていますので、非常にですねユーティリティの高いカメラに仕上がってます。でその T3 の高性能をコンパクトなボディに押し込んだのが T30 になります。こちらはですね、フレームレートは 30p 止まりになりますが、非常に小型軽量ですので、ジンバルなんかと組み合わせて、軽快な撮影が、できるのが特徴になっております。また一番奥の、H1 ですね、こちらは8ビットにはなってしまうんですが、
X シリーズ唯一ボディ内テーブル補正を搭載してますんで、ジンバルですとか、まあ、リグ三脚といったものを使わずにですね、ハンディに高画質動画を撮りたいというようなニーズには、むしろ H1 は非常に向いてるかなというふうに思っております。それぞれの特徴が、この3機種にはありますので、目的、用途に合わせて、お使いいただければ、嬉しく思います。どうもこんにちは、富士フイルム光学電子映像事業部の斉藤俊介と申します。本日は弊社の新製品プロジェクターの Z5000 をご紹介いたします。弊社の新製品 Z5000 は大きく2つの置き方を想定しております。今置いておりますのが縦置きと言われる置き方で、もう一つがこちらの横置きとなります。縦置き横置きを、用途に応じて、使い分けいただくことで、まあ、使いやすさということを訴求した製品となっております。弊社の製品の特徴としまして、二軸の回転機構レンズを搭載しております。ボタン操作によってレンズを動かすことができまして、このようにレンズが動いていきます。大きく動きますのは今動かしましたレンズの軸の部分、そしてもう一つはレンズのヘッド部分となります。このようにレンズを回転させ大きく6方向への投射が可能です。前向きの方向への投射をしてみます。はい、こちらのように、弊社の Z5000 は超短焦点レンズを採用しております。75センチの投射距離で100インチ、現在、展示しておりますのは約 1.5 メーターほどですので、200インチ弱というところのスクリーンサイズが、実現することができます。弊社の Z5000 はレンズシフト機能を持っています。レンズシフト機能というのはレンズの中心から上下に 82% ずつ、左右に各 35% ずつ動くような機能です。実現してみます。左側への、レンズシフト機能を使ってみます。ご覧いただけるように、レンズが少しずつ動いているということが、お分かりいただけると思います。このようにレンズが動きつつも高軸がずれないということによりまして、解像度、フォーカスともに、ぶれないというような設計を実現しております。